ハイハマボッスは、桜草かハイハマボッス属の多年草。別名、八葉こべ。茎は細く、分子し、射上して、高さは十から三十センチメートルになる。全体に無毛。根室葉は、長い葉兵がある。形容は五星子、葉心は、到来形、または広大円型で、長さ二から六センチメートル、幅一から二センチメートル、先端は丸く、円は、 前縁、基部は狭まって細い傭兵となる。上部に行くに従って、葉は小さくなる。葉質はやや膜質で、裏面に赤葛色の採点が散在する。大きい個体は倒伏する傾向がある。夏季は6から8月。茎の先に相乗果樹をつけ、まばらに10から20個の白い花をつける。花柄は長さ1から2センチメートルになり、細く、社会史、途中に、 奇神経の小法がある。学は、小系で先は語列し、脂肪と合着する。果敢は、計2から3ミリメートルと小さく、合列し、短い鼻ずつがある。有髄は5個、果敢列片と五星の位置に、仮有髄が5個ある。果実は、球形の果てで、計2.5ミ、mm、リメートルになり、 先が五列して、種子を散らす。日本では、北海道、本州に分布し、海岸付近の湿地だけでなく、内陸の産地の湖や、地上のほとりの湿地、渓流藩などに稀に生育する。日陰でやや湿った環境を好む。国外では、北、アメリカに分布する。和名、ハイハマボッスは、シャハマホッスの意。オカトラノオ族のハマボッスに似て、 茎がやや地を這うので言う。種商名パーバフロレスは小型の花のの意味。純絶滅器具ハイハマボス属は桜草科の属。世界に約十種知られ、多くは南半球の海岸に分布し、二種は北半球の温帯の海岸に分布する。海岸などに生える無毛の多年草。茎は射状し、葉は個性する。葉は線形、または通乱型で、円は、 全縁。茎の上部に、相乗過剰をつけ、まばらに小さな花をつける。花柄の途中にツトがある。湯水は5個、仮湯水が5個ある。脂肪は、注意で額と合着し、休憩になる。種子は四面体状楕円型となり、量があり、表面は滑らか。なお、ユーリストや、フローラオブノースアメリカでは、日本と、北。 アメリカに分布するサマラスパーバフロレスラフを独立種として扱っているがザプラントリストでは種としてヨーロッパに分布するサマラスバレランディエールのシノニムとしている。またトラーピコスでは同種のアシュエスバレランディサブスプパーバフロレスフルトンとして扱っている。ありがとうございます。